あっち。ヒコロさんチャンバラ強いの？うん、全然。え、何使おうかな、ブロックの方向の概念さ、覚えとけば多分できるよ。あ、何使おうかな。チンガタム使おうかな。一回休憩しとこう。結構重い。ツインとかチャージとか結構重い。ちなみに、私はさっき、ひまじりさんに開始3秒ぐらいで乗せました。本当に弱いんだろ。え、じゃあ、ブロックの概念マジで知らなかったっぽい。あ、俺が縦に振ってんのにずっと縦でブロックしてた。縦に振られたら横にブロックしなきゃダメだよ。はい、それがね、知らんかった、普通に。だから俺、それ、その隙ついてパン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 。それなしでもね、弱いと思うんだよな、私。さあ、勝負。やばいって。え、嘘でしょ。なんで、なんで、何が悪いん。ちょっとコーチングしてよ。全部悪いだろ、今のは。何え、だからブロックしっかり完璧にしてる。え、してる、できてるくない。え、コーチさん今ブロックしてないよ、ちなみに。待ってるよ。あ、しゃしゃ、お、いいね。なんで、上から振られてんだから、そう。あ、で、相手がよろめいた瞬間にやらなきゃ。あ、これであれか。なんそう。それ今叩く。そう。相手が縦から振られてたら縦に振り返さないと。うまいよ。うまいよ。あれ、丁寧に勝つワンチャン。やばい。今振れなかった。やばい。よーし。おお、引き分け。あ、やっと分かってきた。難しい。どうやって見極めてんの、こんなの。じゃあ見極めるんじゃなくて誘うんだよ。誘う。うまい。そう、この今のアリが誘い。え、うまい、この。あー、うまい。初めて見た。え、なんか上手くない？え、剣道やってた？やってない。え、あ、これクッサンじゃめっちゃ強いやんけ。なんで？剣道やってるやん、あの人。あ、そっか。え、そうなの？有名な話やん。うん、俺本当に参加勢か。え、ちょっと待って。じゃあやろうか。一撃で終わる。いやお前いいとこやったのに。いや、でも一個取れたから嬉しいです、私は。ちなみに月がね、ダメージ一番高い。あ、月？月なんてあんの？月が一番強い。でも月は全員、ガードしてたら絶対に負けるから、ひるんでる状態にしか打てない。あ、そうなんだ。あ、じゃあ、ひるんでる時に月を打つのが一番いいのか。そう。じゃあ、次、ひまじんディーディーみたいわ。オーケー。違うやつ。よし、ディーディー行くぞ。え、俺どうしようかな、何で行こう。スイン、刀、チャージ。ひまじんすごい格好でやってんだ、今見たけど。こんなん熱すぎるやろ。マジ熱いよ。サウナやん。よし、行こう。よし、お前に勝つ、ディーディーに。ひまじんさん、どうせチャージ型なんでしょ。そうだよ、俺全部お前の、いや、キモすぎ。どっちも正統派で挑まないんか。いや、チャージ刀のカウンターはスイン刀だから。ええー。いや、知らん、適当言った。あ、はい。適当言いすぎだろ。いや、うまっ。ええー、だって、うまっ、ディーディー。やばい。ミスった！めっちゃいい勝負。マジ今横から振っただろ。どっちもチャージ具合いい感じやな。やばい。さあ！スイン型だってさ、縦も横もどっちもガードできるくない？ガードが弱いんか、でもその代わり。いや、片方しかできない。そう、片方しかアドできないでしょ。ああ、そうなんだ。あ、でもすぐ切り替えられるのは確かにいいな。キモすぎていて。
まずい。うわー惜しい。今のは横だっただろ。よーし。うそだー。めっちゃいい試合。こっち。やばい。うわ。やばい。あー甘えを誘う。これが剣道五段です。いや、お前剣道やってねえだろ。お前何でもスポーツやってんじゃねえかよ、もう。オールラウンダーです。いや、めっちゃおもろいな。新型のクソむずい、マジで。来たー。暑すぎ、暑すぎ。暑い、これマジで。どうするこれ。どうする？テニスやる、テニス。あ、テニス3人で、できるっけ。テニスできないなー。あ、2人ずつか。2人ずつ。じゃあ、ディディとコノまたやる？オッケー。テニスやった時あるでしょ、どうせ。ディディ。いや、わかんないです。え、だってどうせさ、だってお前、ウィースポーツリゾートとかやってるだろ、絶対。絶対やってる。お前、お前のさっきのボーリングの感じは絶対やってる。絶対似合ってる、間違いない。あれは好きやってる。絶対強い。もうわかる。友達とめっちゃやってそうだもん、こいつなんか。ゲーム集まって。めっちゃわかる。いいゲームです。もう、やってないよ、絶対嘘でしょ。うまっ、それ。よくできるね。やばい、アウトだけど。よしよしよし、あぶねー。それはうまい。触っちゃったよ、俺。そう、今の触っちゃうよな。触っちゃう。やっぱサーブうまいんだよな。サーブうまいね、このさ。やばい、アウト。触っちゃった。よしよし、いいね、うまいんだけど。うまいんだけど。勝てそう。やばい。よし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 。いや、前がタイミング遅くて。いや、ディーディー全員使わないからいいわ、あんまりどっかの暇人と違って。あ、ディーディーこれ全員使った方がいいよ。やばい。え、コンさん、はい、下手になってない？やばい、やばい、甘えてる。テニス取ったことに。いつの間にか追いつかれてる。いつの間にかって1試合目やろ。あー、やばい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 、やってるかも。ちょっと前に囚われてる。さっきいい勝負やったのに。いや、前に囚われてないディーの方が強い。前はね、守備範囲が狭いから。いやでも前ね、めっちゃ強いよ。前使わないとスタミナが切れる。あ、スタミナあんのこれ。うん、ある。あ、ある。なんか途中で汗かき始める。そうするとヒョロボールが上がるから。あ、なるほどね。あ、やばい。よしよしよし、あれだ、今の。絶対生きてたら取れんかった。はい、どうしたかったー。いや無理だわ今の。マジか。うまディディ、しっかり前衛使わない。コウさんもうビビりすぎて前衛使わなくなった。やばい。あーゲイ。スタミナ切れるとああなるからね。ディディ振り分け、うんま、超やばいんだけど。超スタミナ使う、守備が。あ、しっかり振り分けさせしたら、あれか、疲れるのか。あの、右左って交互に打ってもらう。こんなん疲れるって。え、前衛打った使わないの、コンさん。いや、いや、なんか、だって負けるもう、はいはい、もう、ダメだ。ヘトヘトだ。私もヘトヘト。やばい。え、うますぎ、うますぎ、ディディ。よし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 。今打ち返してるのやばいな。あれ、よう打ち返してる。今異常に早かったな。おバカ。え、デビ上手くなって、それスマッシュ打てなかったんだよ。うまっ。アウトだな今の。もうダメだ。スタミナ切れ起こしてる。やばい。あ、ミスター。え、やばい、ちょっと待って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 、今何があったんだ私。やばいな。
やばい、撃ってくんな、早いやつ。あ、くそ、無理だ。やばい、ちょっと待って、ええマジ私。弱いな、ゴムさんも。やばい、だいぶ疲れた。めっちゃ疲れるな、アビースポーツ。いや、めっちゃ疲れる、これ。やばい。シャリならんぐらい。シャリならんぐらい疲れてる。ふぅ。よし。じゃあ、ちょっと、ディディとひまじんさんで。行きましょうか。めっちゃ体動かすなこれ。何だっけ、テニスか。テニス。2ゲーム。いや、3ゲームでもいいよ別に。いや、2ゲームでいきましょうか。お前は元気なんよ、そりゃそうなんよ。ディディ、ちなみに言います。俺勝ちます。このゲーム、最強です。いや、ひまじんさんね、マジでうざいよ。全員ばっか使ってくるから。いやー、分かってないね。ディディの振り分けもめっちゃうまい。うわ、緑コートか。見応えあるな。これコートによって特性違うからね。え、そうなの？あ、え、え、なに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 、選手の神様かなんか、お前やってるやつ。俺なんか普通にウィングブルドン出場。いや、物おじしない、うまいな、ディディ。あ、サウナゲーム、今アウトだ。あざーし、打たせようとする打ち方です、これが誘いボール。もうお前、誘いボール、今のミスを拾ってもらっただけな。振り分けうま、なんでそんなうまいんだ。あ、ミスった。普通に遅かった。あの、俺の粘り勝ちいくわ、粘り勝ちやります。俺のも、俺多分 D に技術で勝てない。確かに前衛になんか全然さ、物おじしないというか。あ、やば。ああ、これこれこれ、うん、相手のミスをね、待つ。俺は分かった。うまいな、ひまじさん、この人より全然うまいや。いや、そう。お前急に、あざっす。あれ、ディディ、動揺してます。あれ？あれ、ディディ君？前衛使っただけで、もう、このありさまですか？まあ、いつになったら早いスマッシュ打てるようになるんだよ。確かに、ヒマシンからサーブで見たときないんだよな。早いスマッシュ打ったの。ヒマシンのこの前衛打ち、スタミナあんま消費しないよな、後ろが。それが強いよな。やべ、あ、いやー、やりすぎたー。スタミナがなくなっちゃ意味ないんだよな。でも確かに全員ばっかしか使わないからな、こいつ。いや、あの、汗かくタイミング10回覚えた。え、遅っ、やっぱり絡まっちゃった。よしよしよし、ここからが。錦織圭人、夢であった。やべ、遅い。おい、うまい。あざっす、あざっす。まずいな、今の。うまいな。お前、体で打ってねえだろ。腕だけで打ってんだろ。それが結果だよね。俺は体動かしながら打ってる。ミスター、どういう戦いだよ。今、ちょっと待って。俺はなんか善意の打ち合い始めてたぞ、今全部。エリア外で打ちまくる。バカだろ、やってること。あ、ミスった。ミスった。待って、普通になんか右腕振っちゃった。ああ、なるほどね。そこら辺がスマッシュを打つポイントと。あ、ミスった。マジでなんかあんまスマッシュ打てないよね、これ。むずいよ、スマッシュは。ね。相手がポワーンとしたの打たないからな、あんまり。あざっす。あ、やばい。あざっす。やばい。やばいやばいやばい。よし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 。ディディ、今前衛使おうとした？甘いね。ディディ、お前は本人のスタミナもあるんだぞ。危ね。ああ。あんまり後ろから打つとマジで届かないよね、あと。そうだ。なんか届かないで。ええ、終わりだな、マジで。守備範囲めっちゃ狭い。でもなんかひまじんさんの前衛守備範囲めっちゃ広くない？うまい。読んでんだよね、弾飛んでくる場所。ひまじん、うわー、よーし。いやー、最強やな。あの、ようでございます。でもこれクソ、これテニス意外と奥深いな。フルタイミングクソ重要だわ、これ。
ちょ、俺、マジリベンジしよう、今度。いいよ。